こんにちは。今日も紀の川中流の河原に来ています。仏の座ですね。チチチチチチっていう声が聞こえています。多分録音はされてないと思いますけど、ホオジロだと思います。ホオジロですね。さあ進みましょう。これはつぐみですね。ちょっと右側の方へ行ってみましょうか。これ砂地にですね、小さな足跡があるんです。わかりますかね。これね、これ足跡、
おそらくこれ千鳥、そうですね、イカル千鳥かコチドリの足跡だと思います。これ3本ありますでしょ、前に。イカル千鳥かコチドリの足跡だと思います。さらに右側に来ました。それで、はい。ここですね。これサギの足跡ですね。何でしょうね。アオサギかダイサギじゃないかな。結構大きめですのでね、そう思います。これ足跡がありますね。サギの足跡ですね。サギの足跡。それでここに糞があります。これはもうサギでしょうね。サギっぽいです、この糞は。ありますね、足跡ね。これサギの足跡と、それで千鳥の足跡ですね。イカル千鳥かコチドリの足跡もあります。例えばこれはコチドリかイカル千鳥ですね。そしてこれがサギですね。さらに右側に来ました。ここにですね、サギの足跡があるんですけれども、これ見てください。大きいのと、これ大きいですよね。で、ここにほら、これ小さいのがあるんです。これ小さめですよね。して、こっち大きめ、ここにも大きいのあります。この小さいのはおそらく小サギだと思います。で、大きいのがダイサギかアオサギだと思います。ね、こっちはこれ大きめです。これちょうど大きさ見ることができますよね。これかなり違いますよね。上と下でね、これとこれ大きさかなり違います。ここに黒く映ってるの、これフナかな、鯉なのかな、ちょっと私分かりませんけど、かなり大きな魚です。ゆっくり動いてますね。
ういう感じです。これですね、この魚。これフナでいいんですか？ご存知の方は教えてください。口動かしてるのが見えますね。ちょっとモニターは見にくいんですけど、口動かしてるのは分かります。へえ、面白いですね。すごいな。へえ。なんか近くにまたもう一匹これ来ましたよ。ピント合わないですね。いやー、これも大きいですよ。これ何やってるんでしょうね。なんか潜りそうですよ。あ、顔出しましたね。なんか食べてたのかな。
なんだかゆっくり動いてるだけだけど、こうやって見てると面白いですね。あれ？なんかまた、あ、こっち向きましたね。こっち向いてる、こっち向いてる。なんか、あ、え、口動かしてます？面白いなあ。なんだかこういうの初めて見ましたよ。ほら、なんだか面白い。おや、光の具合で見えなくなりましたね。太陽の光反射してるからかな。ね、こうやってこう、ほら、こっちに太陽あるんですけどね。見えなくなりましたね。いや、面白かったですね。はい、向こうの方にアオサギ見つけました。向こうの方にいます。いきますよ。どこかな。あ、これこれこれです。ね、アオサギいるでしょう。アオサギです。アオサギです。本当は水着は取りたいんですけど、ほら、あそこにアオサギいるじゃないですか。だからあそこ水際通ると、あのアオサギに迷惑じゃないですか。だからですね、まあ50メートル以上離れてるんですけどね、アオサギと。だからここを通ってですね、アオサギの邪魔をしないように、だからこっちを通っていこうと思います。遠回りね。それでアオサギを避けて、右側まで到達しようと思います。はい、反対側まで来ました。アオサギここにいます。どうもピント合いませんね。あまり上等なカメラではないので、ちょっと苦労しますね。はい。なんとかあってほしいんですけど、どうして合わないのか。困りますよね。まあ、とにかく、はい、こう小さくなら映ります。それでこの、あれ何だろう、ピーって言ってますよ。ほら、あれ、どれだ。あ、通った通った。ほらほら、これ、あ、ちょっと入った。千鳥ですね。イカの千鳥かな。あ、すごい飛んでるけど、入るかな。無理ですね。小さすぎてとても無理ですね。再度アオサギを映してみたいと思いますが、ピント合うでしょうか。ね、
だいぶアングル違うでしょう。ぐるーっと向こうの方から、ま、回ってきた感じなんです。それでもアオサギはずっと僕のことを警戒しているようでした。50メートル以上離れててもね。あ、やっぱりまた合わないな。ってくれ、会ってくれ。諦め。こんなもので。あ、これはアオサギって分かりますよね。それでね、ずっとこう来て、私は今、ここですね。あそこに何かいます。多分セグロセキレイかな。あ、これ。多分セグロでしょう。セグロセキレイ。まあ、セグロセキレイですね。セグロだ。セグロセキレイです。最近は白セキレイが増えて、よく駐車場なんかにいますよね。セグロセキレイです。ブレブレですみません。日が西にだいぶ傾きましたので、それでは戻りたいと思います。ムクドリです。ねぐらに入る前に集まってるあのムクドリですね。今5時35分です。ムクドリだいぶ集まってます。
これ何羽ぐらいいるんでしょうね。ベテランになると大体わかるそうですけど、いや僕にはわからない。200羽ぐらいですかね。今5時40分ですね。もうすぐ40分になろうとしています。ウグイスが鳴いてます。そろそろねぐらに入るかな。あ、ねぐらに入ってきたな。入ってくるのも今、あ、入ってきた、入ってきた。ねぐらに入ってきましたよ。ほら。あ、入ってきました。うわ、入ってきた、ほら。ね。はい。ああ、ほとんど入りましたね。あと数は残ってるかな。あ、それらも入ってきました。これでもうほとんど入りましたね。全部入ったかな。このヤブに、よいしょ、全部入りました。さあ、それでは帰路につきます。